こんにちは、月島です。先日 MacBook Pro を買い替えたので、コンプリートを再インストールする際に 900GB 以上ある音源をダウンロードして再インストールするのは大変なので、少しでも時短する方法はないものか探しました。公式サイトに答えがありましたので、今回はネイティブインストルメンツ社のコンプリートバンドルの再インストールを時短で終わらせる方法をシェアしたいと思います。今回は4つの項目に分けてお話をしていきたいと思います。まずはコンタクトライブラリーについてです。コンプリートに含まれるコンタクトはネイティブインストルメンツ社が開発したソフトウェアサンプラーです。このソフトウェアに様々な音を読み込ませることにより、シンセサイザーやストリングス、ギターやドラムなどの演奏を可能にしています。そしてコンタクトライブラリーとは、その音を集めてまとめたファイルです。これが膨大な容量で存在していて、ハードディスクに収納しておかなければなりません。そうしないとコンタクトを起動しても音が鳴らない空の状態になってしまいます。では次に時短できる条件について見ていきます。時短できる条件は、コンプリートの音源ライブラリーがすでにハードディスクにインストール済みなことです。つまり一度インストールとオーサライズしたことのあるハードディスクを持っているというのが条件です。今回私は Mac を買い替えましたが、外付けのハードディスクは以前と同じものですので、すでにコンタクトライブラリーもここに格納されている状態です。そしてネイティブアクセスという管理ソフトを立ち上げて再インストールしようとすると、 900GB 以上あるコンテンツを丸々全部ダウンロードしてインストールしようとします。1からダウンロードしてインストールすると普通に1日以上時間がかかってしまいます。それを回避するために今回の方法を行います。では実際にやっていきたいと思います。はい、それではまずネイティブアクセスを立ち上げます。はい、立ち上がりました。次にノットインストールドをクリックします。一番上の項目のアビーロードセブンティーズドラマーの虫眼鏡ボタンをクリックします。ここですでにインストールされているフォルダーを指定してあげます。そのためにはまずブラウズボタンをクリックします。セブンティーズファイルはここのフォルダーになりますので、ここを指定してオープンを押します。そうするとインストールボタンの色が変わりましたので、ここでインストールを押します。すると一瞬でインストールが完了します。あとはこれをひたすら繰り返すことになります。はい、いかがだったでしょうか。コンプリートのバンドルを持っている方はわかると思うのですが、とにかく音源ライブラリーの容量が多いので、インストールに時間がかかりますし、ノートパソコンをメインにしている場合、ストレージの容量が足りずにインストールができなかったりもします。そしてパソコンを買い替えたりして一から再インストールするのはとても大変な作業になります。今回シェアした内容は公式でも公開されている方法ですので、同じケースの方がいた場合は安心して活用してみてください。私の場合は収録ソフトが多いので、あと170回近く同じ作業をしなければなりませんが、全部の音源をネットからダウンロードしてインストールするよりかはかなり時短になりますので、ありがたいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。